竹林の七軒進む時代のレディーフタカホン林の七軒進む時代のレディーフタカホン林の七軒とは三世紀の中国義の時代末期に酒を飲んだり聖壇を行ったりと交流した夏季の七人の将、原石が指導的存在であるその自由奔放な言動は施設信号に記されており後世の人々から敬愛されている 七人が一堂に会したことはないらしく、四世紀頃からそう、呼ばれるようになったとされる。忍者と言われることがあるが、多くは役職についており、特に山党と大恵比寿は参考にまで登っている。日本では、竹林の七県というと、現実離れした、お気楽な発言をする者の,の代名詞となっているが、当時の陰酸な状況では奔放な言動は、死の危険があり、事実、傾向は、 紹介の残言によって陥れられ、死刑に処せられている。彼らの属性から超越した言動は、悪意と偽善に満ちた社会に対する公害と、その意図の倒壊であり、当時の知識人の精一杯で、命がけの批判表明と、称される。義から進むの時代には、老僧思想に基づき、属性から超越した弾論を行う聖談が流行した。 施設信号には彼ら以外の多くの人物について記されているが、彼ら以後は社会に対する公害の気分は薄れ、自分も過敏な方向に流れた。寛大末期から続く乱世で、儒教的教えに反感を抱いた結果、生断に至ったとされる。竹林は彼らの理想とする真の象徴である。老僧思想の系統に属している。竹林七賢、王純鎮長実る学者。 ありがとうございます。